シュのやつ本当にここにいるのかな。せめて俺もあいつに呼びかけられればいいんだけど。仕方ないさ。とりあえず奥のセフィロトまで行ってみよう。アラン、坊やたちもローレライの宝珠を探しているの？なんでお前たちがローレライの宝珠のことを知ってるんだ？そりゃアッシュの旦那がうるせえからな。あんたが宝珠を手に入れ損ねたとかで、そりゃ旦那はご立腹でげすよ。お待ちなさい。ではここにアッシュはいるのですか？あらん、あっちもナタリアナタリアうるさいけど、こっちもアッシュアッシュとかしましいね。ナタリアが6割、レプリカが3割、残りはバン。旦那の話はこれでできてるからな。なんか想像つく。同感です。とにかくアッシュはいるんだな。奥で宝珠を探してるよ。あたしらはここで待機さ。アッシュを追いかけよう。今度こそあいつと手を組むんだ。言い争いになるのがオチだと思うけどね。こっちも遊びじゃないんでね。アッシュはローレライの鍵を受け取っていますのよね。そうですね。漆黒の翼の話を考えると、アッシュの鍵はローレライの剣ですの？アッシュは宝珠を探してるんだ。あいつが持ってるのは剣だろうな。ローレライの剣、セブンスフォニムを結集させる剣。はあ、あら大佐、随分大きなため息ですわね。失礼。物分かりの悪い子供は苦手なものでね。お前、なんか怒らせるようなことしたか？ジェイドのああいう態度は珍しいぜ。聞くまでもありませんわ。ルークが悪いんです。ああ、俺って信用ねえな。その通りだけどさ。Let's go!
らなきゃやられちまうからな。結局ここで雪崩に巻き込まれた人間はみんな助かったということですわね。そういうことになるな。教官たちはどうしてモスに協力するのかしら。モスですが、以前から協力している節は見受けられました。あるいはお互いがお互いを利用しているのか。少なくともモースは六人称を手下にしたと思ってるみたいだったよ。六人称の方は違うみたいだけどね。なんだこれ。新暦1999年、我が娘。どうしたルーク、何か見つけたのか。あ、いや、ただの、エリルってナタリアの本名だったよな。生まれた年も同じだし。ごめんなさい、私が余計な話をしたから。足を止めて先を急ぎましょう。ナタリアの誕生日って1999年のレムの月だったよな。ええ。あら、贈り物してくださるの。え、そういえばちょうどナタリアの誕生日の頃はマルクトリオをうろうろしてたもんな。もうそうか、ティアと飛ばされたすぐ後ぐらいだもんな。まあ、素晴らしい贈り物期待していましてよ。ロケットの日付確認したかっただけなのに。ロケット？なあ、なんでもない。
ここにも法事の気配はないか。もしかしてその剣がローレライの鍵な。またお前たちか。アッシュ、教えて。ローレライはどこに閉じ込められていますの？それにバーンは生きているのですか？お前ならローレライと連絡は取れるんだろ。ローレライがどこにいるのか知ってる？いや、外郭第一高架の日からローレライの声は聞こえない。呼びかけにもオリジナルのお前でもダメなのか。それならお前が知ってることを話してくれないか。アッシュ、お願いですわ。もともとローレライは近くからの解放を望んでいたようだ。俺やルークに接触したのも近くにとどまることでこの星に悪影響。確かにティアの体に乗り移ったローレライはそんなことを言っています。それならローレライが閉じ込められている場所。いや、今はいない。ローレライはお前たちがバンを倒し。ならどこに？奴は俺との最後の接触で言っていた。バンの中に封じ。兄さんは生きているのね。だけどあの時の総長、ものすごい怪我だったよ。あの状態でどうやって。そこまで俺にはわからない。とにかくバンはローレライを体内に取り込んだんだ。セブンスフォニムには癒しの力がある。それがバンにとっては幸いしたんじゃないか。もしそうならローレライの解放ってのはバンからの解放ってことか。そうだ。ローレライはオールドラントの重力を離れ音符体の7番目の層になることを望んでいる。そのために俺はローレライの法事を探している。この剣にはめる法事がなければ剣は鍵としては機能しないからな。そうか、ローレライの鍵で解放してくれって言ってたもんな。ユリアの伝説通り鍵にローレライそのものを宿して成層圏の遥か上空にある音符体へ導くのね。でも法事はどこにあるんだ？お前がローレライから鍵を受け取っていればこんなことにはなっていなかったんだ。俺が？おそらくセフィロトを通じてどこかに投げ出されたはずだ。六人称の奴らの鍵を、もし奴らに奪われたらローレライを解放できなくなる。解放できないとプラネットストームがセブンスフォニムを生むためさらに激しくなってこの世界は滅びる。そういうことだ。アッシュ、待てよ。どこへ行くんだ？ここにも法事はなかった。別の場所を探す。なら一緒に探そう。レプリカと慣れ合うつもりはない。レプリカだからお前の助けが必要なんじゃないか。いい加減にしろ。お前がそんなセリフを言える立場だと思ってるのか。やめなさい。二人とも喧嘩している場合じゃないでしょ。俺は他のセフィロトを回ってみる。お前が受け取り損ねた法事の場所を見つけるにはそれしかない。お前たちはお前たちで勝手にしろ。何か分かったら連絡ぐらいはしてやる。法事に関してはアッシュに任せて、私たちは例のスコアラーを探しにバチカルへ行きませんか？わかった。だけどまたどうしてこんな風になっちまうんだろう。気づいてないのか？あ、いや、いい。ガイ、どうしたの？ルークだよ。困ったもんだなと思って。ご主人様がどうしましたですの？アッシュの怒りの原因はルークにもあるってこと全然気づいてないからな。彼は何でも行き過ぎなのね。図に乗りすぎ、調子に乗りすぎ、落ち込みすぎ、反省しすぎ。そうだな。行き過ぎといえばミュウへの仕打ちもすごかったよな。そんなことないですの。遊んでもらって嬉しいですの。それ
ダメよミュウ。ご主人様は名前までつけてくれたですの。僕嬉しかったですの。まあ いい名前だよな、豚猿も。ですの。飼い主に似るってやつか。ミュウも行き過ぎ。思い込みすぎね。かわいそう。油断するなよ。ガハザン。新月影魚は魚は。ガハザン。北斗の拳。イエス。終点だ。そこですわ。ガハザン。ガハザン。自然光。戦い自分ではイケてたと。Thank you.
勝利ですわ。何かあったのか？ダートから手配中のモースを発見して連行したんだ。何ですって？だが隙をついて逃走されてな。これから町を封鎖して捜索するところだ。
ではまだモースはバチカルのどこかにいるのですわね。よし、俺たちもモースを探そう。モースの野郎捕まえる。ですの皆さん、頭に血を上らせたままではあのような卑怯者、聖職者の風上にも置けませんわ。どうしようの仇を。いつも冷静なティアまでか。ま、気持ちはわからないではありませんが、こんな時ほど俺たちは冷静にだな。そういうことです。
待て、モース。潔くローレライ教団の査問会に出頭し、自らの罪を認めなさい。冗談ではない。罪を認めるのはお前たちスコアを無視する愚か者どもだ。私は正しい。お前たちにはなぜそれがわからんのだ。そうですとも、モース様。おお、ディストか。ディスト、いっそのことずっと効率化にしておけばよかったかもしれませんね。黙りなさい。あなたは昔からすぐ約束を破って卑怯じゃないですか。さあモース様、こんな奴らは放っておいてエルドラントへ参りましょう。待てディスト、わしはこの場で同志の力を手に入れる。よろしいのですか。エルドラントで厳かに行う方が。世界のあるべき姿を見失っているこの愚か者どもにわしの新たな力を見せつけ。それでは縁。ディスト、何をしているのです。そのお黙りなさい。モース様が自ら望んでおられるのです。ガハーか。な私の目と同じです。体にフォニムを取り入れる婦人を刻んで、不術力は。ただあれはセブンスフォニムを取り入れる婦人です。セブンスフォニムの素養のない人がそんなものを刻みつけたら、全身のフォニムが変し。ディスト、それはセブンスフォニムを暴走させないため、モース様のお体が最もふさわしい方。ご安心ください。力は同志そのものでございますと。おお、これは確かに力がみなぎってくる。わしはこのままエルドラントへ向かう。お前も後に来るがいい。人間があんな姿になっちゃう。素養のないセブンスフォニムを取り込めば、いずれセブンスフォニムとの間に拒絶反。モースは同志の力を欲しがっていましたから本望でしょ。まあ私は実験ができれば。モースのやつ、あんな化け物になってもスコアを守。そういえば勝手にスコアを読んでるっていうスコアラーはどこ行ったんだろう。また別の町に行っているのかしら。モースのことも合わせて今日だが、現時点でローレライ教団の最高責任。わからないわ。今のダートには状況が分かってない人ばっかりだろう。俺はテオドールさんでいいと思う。だね。ああ、今日。セブンスフォニムを無理に扱えばどうなるかはディストならよく分かっていたはずなのに。人間があんな姿になっちまうなんて、あれは一体どういうことなんだ。ああやって体内にフォニムを取り込む技術も私が幼い頃開発したものです。大佐ってほんと何でも作ってますね。時間を遡れるなら私は生まれたばかりの自分を殺しますよ。まったく迷惑なものばかり考え出してくれる。それは困る。ルークもイオン様も生まれなくなっちゃいます。そうですね。起きてしまったことは変えられない。
ごめん。バチカルに来たついでに陛下に挨拶して。あら、そうです。あ、まずいな。ナタリアの前でこのロケットの話をするわ。ルーク。あ、ああ、あのさ、俺一人で陛下に会いたいんだけど。あ、どうしましたの？私たちが一緒では不都合でもありますの？そういうわけじゃないけど。バカだな。お前は嘘が下手なんだから正直に話しちまえよ。ゴイ。実はね、ナタリア、こいつはピオニー陛下からして。まあ、実はここだけの話ですが、陛下はあな、私にはルークが、あ、でもアッシュもいますわね。この場合どうなるのでしょう。ナタリア、ずるいずるい。まあそんなわけで、ナタリアには秘密で手紙を渡してくれと言われてる。わかりましたわ。私ここ。お願いします。さ。え、あ、いや俺一人で。まあまあ固いこと言うな。行くぞ。私たちも行こうよ。おい、ガイ、ジェイド。ごめんなさい。お前、ロニール切断でロケット。そりゃ港で深刻な顔して拾ったロケット見つめてれば気になるさ。ええ、野次馬根性です。ナタリアに。どうした、ルーク。おや、ナタリアの姿がない。陛下、これを見てください。これは、俺、赤ん坊の頃のナタリアって分かりません。これはナタリアだ。おそらく間違いないだろう。ロニール切断です。六人称と一緒に雪崩にあった。それ前に見たことあるかも。チラッとだけど。本当か。確かに条件が合いそうだのはラルゴくらいだけれど。ナタリアの乳母が暇をもらったそうだ。今はケセドニアのアスターの元で働いていると聞いた。わかりました。ナタリアには。陛下はどう思いますか。わからん。知らせてや。しかし、はっきりした答えが出たら一度陛下のと。頼む。しかしルーク、それはいらぬ気遣いだ。はい。
驚きましたね。ナタリアがあのラルゴの娘とは。まだ決まったわけじゃない。だが本当にそうだとしたら、どうするの？ケセドニアへ行く？でも下手な誘導。勝手にスコアを読んでいるスコア、あのスコアラーがケセドニアに向かったと情。うん、それなら。だけど、いずれはナタリアに話。そうね。血のつ。特に。次から次へとこう重い話が続くと。確かにめいってくるな。そうだな。あまり暗い表情をしているとナタリアにバレるわよ。そうですよ。人生山あり谷ありでいいじゃないですか。だけどラルゴだぞ。ならティアはどうなるんですか。そうか、総長はティアのお兄さんだもんね。落ち込んでいる場合ではないです。こういう時こそ冷静に。そうだな。真実を知って苦しむのは俺たちじゃない、ナタリアなんだもんな。いや、アッシュがいるからって言ってたけど。アッシュが？お父様はアッシュでは、あな…ああ、いや、だから俺かアッシュかってさ。それより、城の中で気になる話を聞きました。ついでですから、追いかけてみましょう。ああ、もしかしたらそのままマルクテへ向かうのかもしれませんわ。わかりましたわ。テオドーロさんへのご報告はその後で。じゃあケセドニア行ってみよう。大佐って本当に嘘が上手ですよね。しれっとしてますもん。いえいえ、心苦しくて仕方ありません。よく言うよ。こちらに人だかりがありますわ。この隙に話を聞きに行ったら後でナタリアが怒るだろう。リョーク待って。さあ、スコアを求める者は僕と共に来い。嘘が本当になっちまったな。待ちなさい。ローレライ教団はスコアの読み上げを中断し、そのスコアラーはミス。これは侵害だね、アーニス。これからスコアを読むのはローレライ教団、モウス様が同志となって新たに開かれた神聖ローレライ教団のスコア。イオン様、
じゃない。シンク、やはり生きていたのか。やれやれ、これで六人称は全員生存確定ですか。こうなるとバンがローレライを取り込んで生きているというのも事実。そこまでわかっているなら真剣にローレライの宝珠を探した方。お前たちだってまだ見つけてないんだろ。見つからない分にはこっちに有利だから。相変わらずふてぶてしい。シンク、神聖ローレライ教団って何？モースがモースはあんたに話してなかったのかい？裏切り。私は好きでモースの言いなり。安心しなよ、こっちも好きでモースを担いでるわけじゃないさ。さあ邪魔が入ってしまったが、スコアを望む者はついてこい。待ちなさい。俺たちはスコアがし…そうだそうだ。だけどアリス、ここは見逃してください。あなたなら分かってくれますね。僕と戦うってことはイオンと戦うってことさ。忘れ…あいつ、ひどいこと。アニス、気にしてはダメよ。そうさ、ルークとは…大丈夫、全然気にして…アニス、無理をしてはいけませんよ。無理なんて…ナタリア、すみませんが、アニスを連れて気晴らしにバザーにでも行ってください。私たちはスコアラーに気をつけるようアスターに伝えてきます。わかりましたわ、アニス。うまいな、ジェイド。でも出しにされてアニスが怒っていたわ。責任はジェイドが取っ…それに…お…責任はさておき、アスタ…わかりました。今後スコアラーには細心の注意を払います。頼むよ。それでナタリア様の…これはルーク様。あなたに見せたいものがあります。これはバダックの…バダック？メリルの父親、シルビアの…私の娘婿。そのバダックさんについて教えてもらう。バダックは砂漠越えするキャラバン隊の護衛を生業に、気の置けない仲間には砂漠の獅子、身の丈が大きくて心…獅子を黒獅子、それに巨体化。間違いなさそうですね。それでその人…娘のシルビアが亡くなってから姿を消してしまいま…ありがとうございます。もう十分。また何かありましたら、いつでもお立ち寄りくださいませ。Thank you.
ろしいんですの？アスターさんにお話は伝わりました？ああ、一応ね。ルーク、後でちゃんと報告してよね。わかってるよ、ごめんな。変なの、大佐じゃなくてルークが謝るなんてさ。いやあ、助かりますよ。何のお話ですの？いや、なんでもないよ。そうですの？それにしても、とにかくおじい様にそ…となると、は、そうだった。本気感、本気感。なんだよその冷たい声は。まあいいや、行こうぜ。しかし困りましたね。神聖ローレライ教団ですよね。あちらはスコアを読むと言っています。人々がどちらを頼るのかといえば、スコアを読んでくれる方か。くそ、政治がスコアに頼ってきた報いです。そんなことは。いえ、そうなのかもしれませんわね。そういや奴ら、モースが同志だと言っていたな。モースはスコアにこだわってたからわかるけど、六人称は。ええ、理想が真っ向から対立している。モースは利用されているだけなのかもしれないわ。だけど何のために？ローレライ教団の兵力をそぎ取り、バン不在の間の推進力と隠れ蓑にする。まあそんなところでしょう。バカなやつだぜ。利用されてるだけなのに、スコアのためにあんな化け物にまでなって。モース様、人類の繁栄をあれほど祈っておられたのに。しっかり持って。うん、大丈夫、分かってるんだ。あいつはイオン様じゃない。何に、この声もひどいですわ。自分の外見を利用してアリスを傷つけて。わからない、イオンは誰かの代わりは嫌だと言っていた。アシの代わりだなんて本当は嫌だ。なのにあいつはレプリカに対する考え方がお前やイオンとは違っているのかもしれない。俺には理解できない。あいつの話が聞いてみたいよ。話が通じる相手ならです。信じないと。いつまでも答えられるな。こちらは最初から情報が不足している。やはり不利ですね。一発逆転はローレライの鍵なのかな。それがあれば閉じ込められてるローレライを助け出せるんでしょ。そうですね。六人称側の思惑としては、レプリカ大地を作り出し、レプリカ世界の完成とともにローレライを消し去ることでしょうから、ローレライを音符帯にまで逃がしてしまえば彼らの計画は失敗する。それでも俺たちは無理だよな。あっちは俺たちに鍵を使わせなければいいだけだけど、こっちはレプリカ計画は止めなくちゃならないし、正気の問題もほっとけないし、ローレライも助け出さなきゃならない。かわいい子は旅をしなくちゃいけないんだね。そう、ちょっと意味が違う。
かりました。まずは教団のことはお任せください。しかし感謝の鏡の、おじいさま、モースはエルドラントがどうとか言っていたわ。エルドラントというと古代イスパニア神話に出、そうだ、エルドラントのことは分かりかねますが。おかしなこと？ただでさえセブンスフォニムが減少傾向、セブンスフォニムが異様に消費されている地点があるのです。一つは第八セヒロト付近の海中だ。調査隊を派遣しましたが、その時点もう一箇所は現在追跡中だ。追跡？場所を特定するのに追跡というのは下せませんね。追跡と言わざるを得ないのですよ。何しろ場所自体が移動しているようなので。移動施設？陸艦とか？わかりません。ただもっと巨大なものでないと。移動に決まった法則はないのですか？現在調査中ですが、海を移動し、海を移動する巨大なものか。戦争も起きていない状態でセブンスフォニムを大量に使うのは気になります。ジェイドはそう言うならフォミクリ施設の可能性が高いよな。海を徹底的に探してみましょう。海を動くものか。一角クジラとか？一角クジラは大きいものでも体長30メートル程度ですわ。海を動く巨大なものというには小さくありませんこと。一角クジラの子供は可愛いのよね。でも大きくなると角で人を襲うよ。あれだって一応魔物なんだから。やはり戦艦ではありませんか。最近ではかなり巨大なものもあるそうですが。まあな。だがさすがに1000メートル級になるとまだほとんど出回ってないらしいぜ。まあ巨大なのだから海を見ていれば見落とすことはないでしょう。はう、海を見てると眠くなるんだよね。ま、仕方ないか。あれ？浮島？あの島、見覚えが。降りてみませんこと？そうね。
おじい様の言っていた。やっぱり覚えがあるんだが。フェレス島ではありませんか。古都消滅の影響で。そうだ、フェレス島。ホド諸島の島だよ。ホドがあった頃は交流が。でもいくら津波に襲われたとしても。ええ、他何かあるってことだよね。なんだか嫌な感じがするな。街がこんなにもボロボロになっちまうのか。水の力は恐ろしいのね。ミオンは泳げないですの。また津波が来たら大変ですの。今は大丈夫だよ。それにアルビオールもあるし。この街の人々はほとんど助からなかったでしょうね。ホドの消滅はホド以外の場所にも影響があったんだな。アクゼルスも。みんな準備をやめて。手段を選んじゃいられないんだ。手段を選んじゃいられないんだ。
魔物なんて名前だ？ワン。Thank you.
手段を選んじゃいられないんだ。
同じような建物が続きますわね。そういえば確かにそうだな。俺も詳しくは知らないんだが、確かこの町はその建築家の名前が、なら、その建築、ああ、確かここの統一された美しい、ま、グランコクマの建築様式にも影響を与えたとか。なるほど。何がなるほどねえだ。あんたの方が詳しいだろう。いえいえ、とんでもない。説明役なんてまっぴらです。嘘だ、結構説明してるくせに。だからなおさらごめんなんですよ。私しか知らない知識ならともかく、一般教養は他の人にお任せしたいです。体力を消耗してしまうので。はっ、そんなに疲れることではありませんでしょう。何分年寄りなものですから。よく言うよ。手段を選んじゃいられないんだ。Thank you.
手段を選んじゃいられないんだ。自分ではイケてたと思う。どうしたルーク。いや、綺麗な街だったんだろうな。そうだ、もうかすかにしか覚えちゃいないが、大きな港があって、そうか。崩落、津波。大半の人々は何が起きたかわからないまま、あるいはその方が幸せだったのかもしれません。比較の問題ですが。確かに。生き残った人々も地獄だ。町やそこに住む人は流されて忘れられた向こう。忘れられた向こうのアリエ。さてとやりますか。こっちも遊びじゃないんでね。
手段を選んじゃいられないんだ。似たような建物ばかりで、今どこにいるのかわからなくなりそうですわ。何言ってんだ。さっきあの右の方から来たんだから、今度はまっすぐ行って左に。違うわルーク、さっきは左の方から来たのよ。あれルーク、野生の魔物が基礎本能を失ってはただの家畜ですよ。おい、誰が魔物だつか、何が家畜だ。家畜は自分のくせに。ガイ、何か言いましたか。いえいえ、ピオニー陛下のブウサギの名前が何だったかなんて、そんなこと言ってません。フェレス島が大切な場所だって。ここはアリエッタが生まれた町。アリエッタの家族はみんな洪水で死んじゃって、アリエッタのことはライガママたちずっと寂しかったけど、ある日バン総長が来て、沈みかけてたフェレス島をこうやって浮き上がらせて、アリエッタのバン総長も六人称のみんなもここをベースにするって何度も遊びに来てくれた。兄さんたちはここを本拠地にしていたのね。それならフォミクリー施設もありそう。レプリカの機械ならあるよ。だってバン総長がアリエッタの町を復活させてくれるって約束してくれ。それはまやかしだわ。レプリカは本当の家族でも家族。そんなことない。そこにいるルークだってアッシュのか。イオン様もアリエッタのこと分かってくれた。イオン様が変わっちゃったのは、アリエッタの代わりにアニスがフォンマスターガーディアに。それは違う。お前は先生に騙されてるんだ。リューク黙ってて。なのにアニスはイオン様を裏切っ。何、ここで決闘するっていうの。場所は立ち会い人のラルゴが決めてくれる。ラルゴからアニスに連絡が行く。アリエッタはイオン様とバン総長のために戦ってた。仇を取るためにもアリエッタは負けないから。バカみたい。
の子騙されてるのに。アリエッタの話が本当なら、ここはバンが使っていたセット。そうですわね。もう少し調べてみましょうね、アニス。うん。アリエッタはここで魔物に育てられたのか。うん、そうみたい。詳しい状況はわからないけど、とにかく赤ん坊の頃津波に巻き込まれて、たまたま魔物に拾われたんだって。よく餌にされなかったものですね。うん、しかも親はライガだったんでしょ。あれは人を食べるから本当不思議。魔物に育てられたんなら言葉なんかも兄さんが教えたのだと思うわ。うん、多分。あとオリジナルのイオン様が。そう、アリエッタにとってイオン様が特別なのはそこにも事情があるのね。そんな純真な子を兄さんは。魔物を自在に操れば人間の軍隊に勝るとも劣らない力になる。バンにとっては魅惑的だったんだろうな。しかも教育を施すのがバンなら、自分を信用させるなんて簡単なことだ。俺と同じってことだよな。手なつけて信用させて利用する。兄さんひどすぎるわ。アリエッタのためだったといえばそうなります。少なくとも彼女自身はバンに救われていますよ。実際彼は利用できるものを利用したに過ぎない。いいか悪いかはともかく、目的のために最善と思われる手段を選んだだけです。それだけ本気だということですよ。これはフォミクリ？驚きました。かなり大規模なものです。しかも稼働しています。そうか、ここでレプリカを作ってるんだな。イエモンおじいちゃんたちもここで作られたのかも。止めましょう。セブンスフォニムの現象が少しはマシになるかもしれません。ああ、これ以上レプリカを増やしちゃった。レプリカなんて俺一人でた。ルーク、やめろ。どうしてそんなことをする。我々の仲間が誕生するの。どうして。我々はやがて天の大地に新しい住処を与える。我々の邪魔をするな。あなたたちはそれでいいんですか。望まれて誕生したわけじゃないんですよ。そんなことはない。我々は姉上。あ、でもあなた方が住むという天の大地が完成したら、我々を望まぬ者が殺されようと。バカなことを言うな。オリジナルがいなければ俺たちはレプリカを。だからどうだというのだ。生まれた以上。ルーク、あなたは少し。自信だよ。アッシュがお前にイラつくのも、ピオニー陛下への苦手意識もそいつが欠けているからだ。傲慢なまでの生存本能と言ってもいい。もっとも我々を傲慢だというの。ええ、そうよ。あなたたちの言葉、いつかあなたとその時も同じことが言えるのかしら。大変だ。モース様が我々を残したまま計画を。Thank you.
あれは…モース様、我らも神聖ほど…神聖ほど、我々はどうしたらいいんだ。レムの塔へ向かおう。そこがモース様との約束の場所だ。必ず向かう。しかし島の航行装置はフォミクリーと共に壊され…このまま海流に乗れば陸にたどり着く。そこから歩いていけばいい。よし、そのように伝達しよう。行っちまった。俺にはモースがあの人たちを…ま、私なら見捨てますね。レプリカ情報さえ残っていればわざわざ彼らを搬送しなくても。では彼らは行き場が…そうですね。ですが彼らが…あの人たちはもう…なあ、あの空に浮かぶ島…そうだとしたら、あれはバンの計画していたレプリカ大地って…上陸してみればわかるんじゃない。危険な気もしますが…よし、ノエルに頼んで、あの空に浮かんでる…これ以上は近づけません。プラネットストームの防御壁を突破するのは不可能。ってことはプラネットストームがある限り近づけないってこと。仕方ありません。グラン国前へ行きましょう。軍本部にホドの情報が保管されています。わかった。だけど本当にレプリカ大事だとしたら。レプリカだとしても周囲の爪のような対空装置を考えると生存されたのはかなり前なのではありませんか。ええ、おそらく海中で島に防御装置を施していたんでしょう。そしてセフィロトを利用して上空に押し上げた。セフィロトは外核を押し上げる力を失ってたんだ。セフィロトすらレプリカなんです。わかりますか。ホドが消滅する前の状態に戻っているんですよ。待ってください。他の場所もセフィロトごとレプリカを作るのだとしたら。ええ、ティア、あなたの予測通りになります。何が起きるんだ。説明が難しい。現実になるまでは保留としましょう。どちらにしても手の打ちようがありませんから。